やけぶりん、やくんてと申しますぞ。今回も前回引き続き、A1 段階上昇特性やけでランクマッチに潜っていきますぞ。メンツは、塔の剣のヤシアン、装飾のヤリビ、釣れました。正義の心のヤルビオ、ダウンロードのヤノスセクト、そして人馬一体で白の稲垣のヤドンレックス、白、そしてビーストブーストのヤッカグヤでランクマッチに潜っていきますぞ。では、試合まで勝つ以外、ありえ。対戦相手が見つかりましたな、テトラシ対戦よろしくお願いしますぞ。相手のパーティーは、ザシアン・イベルタル、ゼクロム、ディアルが無限ダイナー、そしてネクロズ・マイコ。さてですな、初手は、誰に任せますかな。かぐや結構仕事多そうですが、ダイナが出てきた時のことを考えると、というか、ヤシアン結構刺さっているが、こちらにもザシアンが刺さっているんで、この選出でいいでしょう。あともう一体は、どうするべきなのか。ヤドレックス、殴るという意味ではいいんですが、イベルタルに無理やりダイマックスを切って殴り勝つという仕事がないことはないので。まあ、かぐやが初手でザシアンに対してダイマックス切ってしまうとは思いますがな。では、テトラシ対戦よろしくお願いしますぞ。相手の初手は、ザシアン来ましたな。さて、このマスボザシアンを、大盤で焼き払っていきましょう。包帯の可能性は十分あり得るが、相手から見たら、この、かぐやが宿り木とかしていろいろめんどくさい可能性はあるんですな。大盤以外あり得ない。居座って、ワイルドボルトがこちらとしてはベスト。ダイマックスする以上は、巨獣さんは選んでほしくない。では行きますぞ。さい。あ、恩返しか。うおー、でかいでかい、ちょっと近いよ、この感じが。大きすぎるよ。いきなり裏声出すのやめていただきついよりそう。剣のマイコ、やる気満々ですな。では、ここで焼き払っておきますぞ。必殺のダイバー、スーダン欲しいですなあ。しかし、十分なダメージが入りましたぞ。置いてはもう反動技は打てない。他の技なら耐えますぞ。まさかここで交代ってことはないので、まあ、交代であってもこちらに悪いことはない。インファイト、耐えるがやりえない。さすがの耐久ですなあ。では、そのペラペラになった耐久に、ダイジェット撃破がありえない。さーて、とりあえず、一番厄介なところは突破しましたが、ここからは、誰が来るんですかな？ダイナが来るのか。ブーストはかけておきますぞ。まあ、正直、他の連中の S ラインには勝ててないでしょうが、そこは問題ではない。ゼクローン。こやつも積み始める可能性はあるんですな。ジェット半減、スチール半減、バーン半減、草原半減。どうしたらいいんですかな。一応、ジェット、スチール、スチール、スチール、ジェットで。ダイマックス切ってきますかな。切ってきました。とりあえず第3打でフィールド作ってしまおうとかそういう感じだと思うのですが、受けて立ちますぞ。大ジェット、うん。さて、素早さのやりとりをしているようで、そうでもないようで。玉ダメ2回稼げるのはいいですな。こっちも大事。まあ、知るったところで3打耐えるようにはならないと思うので、問題ないでしょう。もう1加速欲張ってきませんかな。お相手から見たらこちらはザシアンがとっても早いので、で、ナックル。
火力上げてくるのはよろしくないか。ですが、フィールド張られたわけでもないですし、結局、リュウマイゼクロム。ここまで削れていれば、なんとでもなるでしょう。行くんですぞ。あの頃頑張った、ヤドレックス。ジンバ、一体。まあ、乗ってるだけですがな。さあ、第サンダー、もしくは大ドラグーンを、しっかりと耐えて、ご自慢のブリザードランスで返り討ちにするんですが、相手鋼組以外は受け出しは不可能。というか、このゼクロも取っておくかと言われるとなんですよな。第サンダー、耐えるがありえない。自慢の耐久を見せつけましたな。ギリッギリでしたか。そしてこれは玉ダメで、いなないて沈む。まあ、そんなことはいい。倒すんですぞ必殺ブリザードランスズダン撃破がありえない。相打ちというやつだ。さようなら。最後にいなないて倒れますな。で、ひでりもなくなって、ラス1対面は誰とすればいいんですかな。ネクロズマ以外だとジャルスクで OK。 ネクロズマでしたな。インファとワイボはどちらが耐久が下がらないんですかな。普通に鋼技耐えるのか問題。こんなもんですかな。どこどこどこ。ワイボだとやはり確認に入れるのが厳しかったか。下がった体型でメテオドライブを耐えないといけないんですな。ゴツゴツメット、エーム振りならなんとかなるんではないですかな。耐える以外ありえない。ダメですな。ではテトラ死体視線監視がありえない。対戦相手が見つかりましたな。水戸に死体戦よろしくお願いしますぞ。相手のパーティーはバイマジラ、エアームド、オノノクス、マリルリ、ストリンダー、シャンデラ。さてですな、あられを初手から降らしてくるようで、そうでもないようで、エアームドをというか、まあタスキやら頑丈やらを一撃で持っていく術はこちらにないんですな。矢のセクトからいきましょう。でですな、草もゴーストもいないんで、ヤリリの出番はなし。ヤシアンは適当に刺しても良さそう。フェアリーを半減以下は、エアームドとストリンダー。ストリンダーに対して有利を取れるのは、というか不利を取らないのがヤドレックスですな。では、水戸に死体戦よろしくお願いしますぞ。お相手の初手はエアームド。わあ、合初手はヤノセクト。有利対面という夢が叶いましたぞ。上がるのはもちろん C。 上がった C で火炎放射がありえない。ステロを巻くんですかな。当然頑丈で、レッドカードなんですな。これが火炎放射式トンボガイル。そして登場ヤシアン。で、当然のステースロック。で、じゃれつくでいいですよな。ストリンダーの受け出しは成立しないので。では、蹴散らしますぞ。どこどこどこ。撃破がありえない。さて、今のところの被害はステルスロックと情報だけですな。シャンデラもフェアリー半減でしたな。
さて、トリルだろうが何だろうが知ったことではないので突撃ですぞ。実は皇族が全員シャンデラに弱いなんてことを気にしてはいけませんな。おそらくタスキだと思うので、確認を取れればいいんですな。できれば3分の2削ってほしい。今日この頃。ダイマックスはしていきませんな。じゃあ、あれつく。どこどこどこ。素晴らしい耐久、耐久火力ですな。トリックルーム。うん。それは問題ない。ここからダイマックスも何もないでしょう。ストリンダーは毒技、もろもろありますが、残りの連中なら対応できるはず。そしてシャンデラの一撃では、こちら落ちない。鬼火でも落とせる。そういうダメージが入ってますな。呪いで退場でもいいですぞ。あと他にシャンデラがやれることと言ったら何ですかな？あまり時間を潰すようなこともしたくないでしょ。ダイマックス、ほう。こいつがダイマックスするんですな。いくらトリル使いとはいえ、我がヤードリックスの方が早いと思うんですよな。トリックルーム派では。トリックルームの話になると、早い遅いの言葉の意味が変わってくるんで、ややこしいですな。で、第1番。耐えれがやりえない。素晴らしい耐久ですな。というか、これならダイマックスしても落とせるんですぞ。じゃあ、あれつけ。ズダン。撃破がありえない。さーて、ラストはトリルカでダイマもなし。オノノックス。まあ仮にここを打ち負けてもトリル中にバドレックスに回すことができますな。こうやって S 振りですから。一撃外、ありえ。では、水戸に死体戦関心がありえない。